ちなみに、うん、理想の旦那様、うん、とかって。そうですね、私も理想の男性がお父さんなんですよ。お父さん、父が大好きでファザコンなんですけれども。そうなんだ、はい、で父のような人と出会いたいってひたすら言ってるんですけど。お父さんはどんな方なんですか。すごく優しくて常に穏やかでいるんですけど、うん、こう見守ってる感じというか、ガンガン前には出てこないんですけど、常にこう支えてる。いつもお母さんが結構わーわー喋ったり結構ね騒がしい母なんですけど、それを後ろからちょっと軌道修正したりとかしてる父を見て、うん、かっこいいなって思いますね。なんか家事とかも父は結構やってくれて、母が忘れていることとかささっとやっといてくれたりとか、あとお母さんが料理作りたくないって日はじゃあしょうがないなって言ってお父さんが作ってくれたりもするんですけど。あ、じゃあお父さんみたいにちょっと料理ができる人とかの方がいいのかな、うん、そうですね、料理できる人憧れますね。父の一番美味しい料理はチャーハンなんですけど。あ、じゃあすごい簡単なんで、チャーハンでいいんで作ってほしいなって思います。美味しいチャーハンをね、美味しいチャーハン作れる人がいいですね。うん、いや今の時代やっぱお料理もちょっとはできないといけないんですか ね、うん、ね、そうですね、そういう人がいいです、うんうん、ですって。なんかそういうね、なんかメールもなんか理想の教えてくださいなんていうメールもね、うん、あ、そうだったんですね、さっき来てた。